レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、孤独を抱いて悪を打つ、悪口言っても心はい、どうも、翔太です。シャムゲームがですね、結構前回俺が動画を出してから動きがあったみたいで、ちょっと今日は前回から、今日今に至るまでの、シャムゲームの動きと、それを見た僕の感想みたいのをちょこっと語っていければななんて思ってます。前回俺が動画で話したところが、シャムに代理人っていう、シャムをコントロールする、人ができてですね。で、そいつが名古屋かなんかにアパートを借りたんだよね。で、そこにシャムはちょっと住んでたんだけども、家バレとかがして、結局、シャムはその名古屋の家を出たと。で、死んだ代理人っていうのがなんか現れて、で、代理人を裏切って、死んだ代理人についていくみたいな感じの、なぜかいきなりシャムが裏切りを見せるっていうところで。で、あそこまで多分前回の話が止まってるんだけど、そっから、今に至るまで結構動きがあったみたいです。で、順々に言っていくと、新代理人の身元がバレた。で、新代理人っていうのは何かっていうと、なんか大学生で、で、日本大学、日大のシャムサークルみたいなのがあんのかな、サークルの人らしい。で、代理人、その新代理人とシャムは、代理人が、連絡を取って、こう、ちょっとつながった、ウームの、人、がいるんだけど、そのウームの担当に、会いに行くために、六本木ヒルズにシャムと新代理人は二人で行ったのよ。で、でも、その担当の人に別にそのアポを取り付けたわけでもなく、全然いきなり普通に行っちゃって、で結局ノーアポだったから六本木ヒルズの受付口で門前払いを食らうの。で、で受付番号が必要だとか言われるんだけど、受付番号はありますかって、担当の方に教えてもらった4桁の番号教えてくださいって言われても、なんかその時なんかツイキャスやったんだけど、ツイキャスに書かれたなんかそのリスナーが書いた適当な4桁を言って突破しようとしたりとかっていう感じで、結局そういうのが続いて、新代理人っていう人がなんか警察だか警備員に連れて行かれて、で、シャムはそこで一人ぼっちになっちゃうんだけど、そこでなんかシャムに会いに来た突者ファンかなんかとまた合流して、その新しい突者と今は行動を共にしているのか、行方不明になってるっていう感じらしいです。で、このね、今もう行方不明でどこにいるか分かんない状態らしいんだけども、これ行方不明中に明らかになった事実っていうのは結構面白くて、例えばなんかシャムさんのこと好き好き言ってた AV 女優のあずきっていう子がいるんだけど、そのあずきっていう子に、シャムさんが、すごい猛アプローチをかけてて、で毎晩毎晩電話をして、でなんか最悪君のうちで同棲とかさせてもらえたらいいかなみたいな、なんか上から目線で同棲させてくれないかって AV 女優に言ったりとかをしてるっていうのがバレたりとか、あとはなんかシャムはすごいプライドが高いからさ、でプライドが高くて自分とこう握手をしなかったやつのことを覚えてて、
でなんかそのお前あの時俺と握手せんかったよなみたいなことをなんかシャムが言ったりとか、なんかそういうちょこちょこと性格は悪かったエピソードみたいなのがこう出てきたりとか、なんかやっぱクズだなみたいな感じのエピソードがこう出てきてるっていう感じでですね、まあ今行方不明中なんだけれども結構盛り上がってるっていう感じですね。はい、まあ俺も全部が全部すごい細かく追ってるわけじゃなくて、まあ基本そのまとめサイトを見て、ああこうなってるんだって感じで追ってるんだけど、まあやっぱ面白いね。ウォッチ大賞としてはね、素晴らしくツッコミどころ満載で面白いななんて、はい、思ってます。でまあでもやっぱね、思うのはね、これは YouTube の規約的に大丈夫なのかな、わかんないけどね、やっぱS だねS だな。病院とかあとはなんか役所とかに持って行ったら、まあ、お薬とか手帳とかがもらえるレベルの S だよね。でまあそういう子多いと思うんだけど、まあ親とかがさ、やっぱね、身内からそういう人間を出すのはやっぱ恥だからさ、ね、やっぱそのあえてわざわざ連れていかないけども、多分出すところに出せばね、手帳がもらえる、レベルのね、やっぱ人なんだなっていうのは、まあ、今回の、まあ、シャムの動きを、ね、見て、まあ、すごい再認識したっていうのと、まあ、やっぱこう結局変わってないなっていう、うん、俺がコラボした時からずっとずっとやっぱ女のことしか考えてなくて、まあそのやっぱポコチンに意志がついててさ、そのポコチンの意志のまんま動いてる感じで、なんかああやっぱ変わらんなと、突然頭が良くなることもなければまあなんか悪い方向には成長してるけども、まあいい方向には成長してなかったなっていう感じで、いやーなんとも言えない気持ちになりました。うん、いや面白いんだけどね、面白いんだけど、俺やっぱねちょっとね、これ笑っていいのかなっていうレベルなんだよね俺の中でね。で俺がさ、その昨日動画でさ、ヤスくんっていうさ、ピアキャスト出身の十何年間も配信してる子を動画で出して一緒に企画やったんだけど、俺あの子はすごい、あの子のこともまあ面白いと思ってて、長年あの子を俺研究してるんだけど、俺ね、そのシャムはねちょっと笑えなさすぎんだよ、暗くて。でもヤス君っていうのは結構そのまあ同じくらいおバカさんなんだけども、結構能天気で、まあでも今病んでるところも彼あるんだけどね、でもなんかこうお気楽だからこっちも笑いやすい部分あるんだけど、シャムさんってさ、その結構重度だからさ、笑いづらいんだよね俺の中でね。で彼がギリギリさ、人間の形をしていてさ、人間の言葉をさ、まあ間違いながらも喋れるからさ、なんかちょっとまあいじれてね、下に見てさ、バカにできる人がまあ結構いるけども、ちょっとやっぱさ、あれで例えばさ片腕がなかったりとかさ、アウアウアだったりしたらもう笑えないじゃんね、っていう感じで、俺の中で結構笑えないラインなんだよな、シャムさんってな、っていう感じでね。いやだからその中途半端な、本当に中途半端な S っていうのはかわいそうだなってなんか思ってね。まあでもまあ面白いなと思いながら見てんだけどね。はい、うん、で あとそう、俺ねちょっといろいろ思ってね、まあ俺はね何度も言うようにタッチする気ない、ニコニコ生放送の人たちが結構入ってきてるでしょう。で俺すごいニコ生の人たちが苦手で、もう絶対から見たくないんだっていう感じで、シャムを取り巻く人間がやっぱきな臭い人間がすごい多くなってきたんで、すごい関わりたくないと思ってんだけど、これだけはね、俺シャムを取り巻く人間とかシャムに言いたいのが、ね、ツイキャスとか、あとツイッターとか、あとなんだ、
ツイッチフワッチかフワッチとかでさあの生放送とかやってるけど、俺はね YouTube に上げてほしい。結局やっぱ追えないから、タイムシフトも見るの長いからめんどいし、あのわざわざこういろんなサイト移動してみんのがねあの大変だから、 YouTube にも一本に絞って、で今広告つかなくても YouTube でねこう動画をこうねあのアップし続けていくことでやっぱねこの先につながっていくから、なんかしょうもないね生放送サイトで小銭を拾うんじゃなくてだね、やっぱ今後のことを考えたら YouTube に重点的にやった方がいいと思うから、あの YouTube にねやっぱ動画をね上げてほしいなってあの俺はあの思ってますんで、まあ、今後その、シャムをこうプロデュースしようと思ってる人はぜひ、まあそんな感じで YouTube にこう動画をね上げてくれたら見やすいなと思ってます。はい、いやいろいろやり方あると思うよ。なんか面白い企画はあるからさ、ヘキトラがやってたさ、なんだあの彼女オーディションとかね、あの女の子を並べてさ、でシャム一人が面接官でさ、でシャムの彼女をシャムが選ぶとかとか、あとほらクロちゃんのモンスターハウスみたいな感じでシャムとあの女の子を同棲させたりとか、いい面白い企画多分いっぱいあるから、ぜひともシャムをねプロデュースできる人は頑張って面白い動画作ってください。はい、って思ったっていう感じです。また動きがあって面白い展開になったらシャムの動きをね僕がまた紹介したいと思います。はい、そんな感じで、塩田でした。お疲れ様。友達も明日を切らずにいられない。